荒ぶる季節の乙女どもよは、岡田マロサと江本奈による日本の漫画作品。別冊少年マガジンにて、2017年1月号から2019年10月号まで連載された。文芸部に所属する5人の女子高生が生に振り回され、悩む様子が描かれる。桃やハリー・ポッターなどを愛読する小野寺和沙は、高校で文芸部に入部する。 題材として扱われるのは、日本の純文学ばかりで戸惑いながらも、男女交際潔癖症の部長、曽根崎里、高、小説家志望の本郷人用、奥手の数佐の友人、須藤桃子、舞台小役をしていた、美少女、菅原新ナといった風変わりで、個性的な部員たちに囲まれながら、高校生活を謳歌していた。ある日、文芸部の題材図書に、 性的な描写があったことをきっかけに、カズサや部員たちは性について意識し始める。そして、カズサは、お隣の幼馴染みで兄弟のように仲良くしている点、元泉がアダルト DVD を見ながらオナニーしているところを目撃してしまう。そんな中、日頃から性的な朗読をしていたため苦情が入り、校長から文芸部の廃部が言い渡される。門をつけることを条件に、 ハ部撤回することを取り付けた部員たちは、本郷と匿名でアダルトチャットをしていた山岸智明が半ば脅迫される形で顧問として就任することになる。文化祭が近づく、ある日、文芸部は文化祭にまつわる恋の伝説を考案する、陽他生徒に依頼され、曽根崎は依頼を引き受ける。恋の伝説を考えるため、文芸部の5人は、 山岸の両親が運営するペンションで合宿を行い、曽根崎はキャンプファイヤーで炎に照らされた相手の影の心臓の部分を踏みながら好きですとつぶやくと恋が叶うを伝説に決定する。恋の子はテレビアニメ版の声優、縁の子はテレビドラマ版の俳優を示す。単行本一巻の発売を記念して、セックスの代わりになる言葉を考えてツイートすると、 サイン入り複製原画をプレゼントするキャンペーンが実施された。2019年7月より9月まで毎日放送。アニメイズム B2 枠他にて放送された。キャッチコピーはやらないわけにはいかないのです。OPED 作詞、作曲、編曲はハニーワークスが担当している。挿入歌、劇中曲2020年9月9日から10月28日にかけて、 毎日放送の深夜ドラマ枠、ドラマイズムで放送された。主演は山田杏ナと玉木ティナ。今作品より、ドラマイズム制作局の毎日放送での放送時間が、これまでの月曜未明令時50分から1時20分から、水曜未明令時59分から1時29分へと変更、枠移動。時差ネットだった TBS との同日ネットに変更され、 これにより TBS の遅れ幅は29分遅れにまで縮まる。キャッチコピーは綺麗だけが青春じゃない。ありがとうございます。